東京地検が私たちの告訴告発を全員不起訴処分にしました。そして去年の10月と11月にこの東京検察審査会に申し立てをしましたが、あれからともに半年は経っております。しかしどんな人たちが一体いつそしてどんな方法でこの審査をしているのか私たちには何も分かりません。申し立てた以下6名につきましては起訴相当の決議をお願い申し上げます。勝俣恒久、鈴見紀夫、小森昭雄、武藤栄、竹黒一郎、榎本俊明、理由、福島原発事故から3年の月日が経過した今なお事故原因は未解明であること、また当時から言われている地震津波原発事故の順番が揺らいでいるからです。いいですか、福島県内では89名の子どもたちに甲状腺がんとその疑いが出ているのです。そしておよそ14万人の方々が故郷を追われ人権上の問題を強いられているのです。私たちは明らかに被害者です。被害者がいるということは加害者が存在するということです。当然ですが加害者はその責任を取り法により罰せられなければなりません。私たち福島原発事故被害者は何一つとして救済されていません。加害者は枕を高くして眠っているではありませんか。断じて許せません。私たちは起訴相当を勝ち取るまで何としても石にかじりついてもこの戦いを続けましょう。被害者の声を聞け。やっぱりこれだけの大変なことが起きたのに誰も責任を取らないって、特に国と東電にはちゃんと責任取ってほしいのに、いろんなことが、福島県の中でもなかなか原発の被害のこととかそういうのがあんまりなんか話題になりにくいっていうか話しにくい雰囲気になってるので、こう被害を受けた人たちがなんでそれをちゃんとね堂々と言って言えない雰囲気になってしまうのかなっていうのが、そこがやっぱり社会全体がそれをこう隠蔽しようっていうふうなものをなんかみんなが感じてるからかなっていうの、それに対してこう違うって言いにくい雰囲気がすごく作られているような感じがします。事故から3年経って本当に日本中の、ね、メディアもそう福島で一体何が起きてるかっていうことが報道されなくなってきているし、福島の中はね本当に除染をして帰還するというその帰還政策が染み通っているんですね。すごい勢いでもう事故は終わったんだ、復興に行くんだっていうそういう雰囲気に満ち満ちているんですね。だから福島の中でもなかなか声を出すのは難しくなっていますし、外に出てみればどれだけたくさんの人が関心を持ってくれているのかっていうことがわからないわけですので、だんだんやっぱり気持ちが沈んでいくという状況にあると思うんですね。でもやっぱり今日こうやってたくさん関東一円そして全国から人が集まってくれるというのはとても勇気づけられることだと思っています。黙るわけにはいかないんですね。だから、あらゆることを考えながらやれることを
やり続けていくしかないと思っています。